信楽宮は、奈良時代に、聖武天皇が、近江国甲賀郡に営んだ離宮。後に、甲賀宮とも。信楽の地名表記については、正倉院文書には、信楽宮としたものが3件ある一方で、信楽と表記したものが全くないため、俗に本記が編纂された時の習字の可能性が考えられる。また744年を境に、宮名が信楽宮から甲賀宮へと変化しており、これは単なる離宮から甲賀寺と一体の都とされたことにより宮名が改められたか、離宮の信楽宮とは別に、宮町遺跡の地に甲賀宮が造営されたものとも言われる。中国、龍門石窟のルシャラ仏740年の藤原、広次の乱の後、聖武天皇は国慶に移り、742年には、近江国甲賀郡信楽村に離宮を造営して、しばしば行幸した。これが、信楽宮である。翌743年10月、天皇は、信楽の地に、ルシャラ仏を造営することを発願した。これは、国慶を、唐の洛陽に見立て、その洛陽と関係の深い龍門石窟のルシャラ仏を信楽の地で表現しようとしたものとみられる。12月には国宮の造営を中止して、信楽宮の造営がさらに進められた。744年、信楽宮から甲賀宮へ宮名の変化が徐々に現れ、11月には甲賀寺にルシャラ仏像の大骨柱が建てられた。745年1月には、神橋と呼ばれ、宮門に大盾と槍が建てられ、甲賀宮が都とされた。さらに、同年4月15日には、流罪となっていた塩焼き王を許して刑に入ることを許していることから、実態は不明ながら刑の範囲が設定されていたと見られる。しかし、人心の賛同を得られず、また山火事や天平地震などの天災と不幸なことが相次ぎ、同年5月に平城京へ戻ることになった。このため、甲賀寺のルシャラ仏の計画は、奈良の大仏東大寺ルシャラ仏像として完成されることになった。信楽の地は、当時の感覚においてはあまりに山奥であることから、ここを都としたことをめぐっては、諸説があり、国慶周辺に根拠を持つ橘の氏に対抗して、藤原仲麻呂ら藤原氏に関与したとする説や、天皇が自らの仏教信仰の拠点を求めて、領弁、行基などの僧侶の助言を受けて選定したとする説などがある。信楽旧跡宮町地区かつては、甲賀市信楽町大里谷地区の遺跡が、信楽宮跡と考えられていたが、北約 2km に位置する宮町遺跡から大規模な建物跡が検出され、税納入を示す木簡が大量に出土したことなどから、宮町遺跡が宮跡と考えられるようになり、大里谷地区の遺跡は甲賀寺跡であるという説が有力である。2005年には宮町遺跡を含む 19.3 ヘクタールが史跡、信楽旧跡に追加指定されている。現在でも宮町、勅使、大里谷などの地名が残り、王子の宮城の名残を残している。信楽高原鉄道、信楽線、信楽宮市駅下車徒歩20分国境東北道。ありがとうございます。